サー・ピーター・ジョン・コスグローブは、オーストラリアの陸軍軍人。26代目をオーストラリア総督を務めた。陸軍巡視官の子として、ニューサウスウェールズ州シドニーに生まれる。1968年に、王立ダントルーン陸軍士官学校を卒業し、ベトナム戦争に参加する。1971年には、功績顕著により、ミリタリークロスを授与される。 その後、ロイヤル・オーストラリア連隊第一大隊長、第六旅団長、ダントルーン士官学校校長、第一師団長を歴任する。1999年、東ティモール紛争収集のため、国連アンポリ決議1264に基づき、オーストラリアを中心として、東ティモール国際軍が結成される。陸軍少将,将のコスグローブは司令官として、インターフェットを引き、 東ティモールの治安回復、民兵の武装解除に当たった。コスグローブは単に治安維持に当たるのみならず、自らスポークスマンとなってメディアへ柔軟に対応し、東ティモール平和維持活動への国民の関心、支持を大いに高めた。インターフェットは大きな犠牲を出すことなく任務を遂行し、コスグローブは一躍国民的英雄となった。2000年、 陸軍中将に昇進し、陸軍参謀長に就任する。ついで2002年には、陸軍大将、オーストラリア国防軍司令官に就任する。2005年に退役する。退役後、カンタス航空の社外取締役、オーストラリアウォーメモリアルの理事長を務めた。2006年3月、クイーンズランド州政府は、サイクロンラリーにより甚大な被害を受けた州の、 復旧復興活動タスクフォースの長にコスグローブを任命する。コスグローブは期待通りリーダーシップを発揮し、復興活動を推進した。2014年1月、トニー・アボット首相はクエンティン・ブライス総督の後任にコスグローブを指名し、女王エリザベス2世はコスグローブを次期総督に任命した。総督交代直前の3月25日、アボットは オーストラリア勲章のナイトを復活し、総督は就任と同時に、オーストラリア勲章のナイト、またはデイムに助せられ、現総督ブライス閣下は、デイムの称号を、次期総督コスグローブ将軍は就任と同時に、サーの称号を与えられると発表した。3日後の3月28日、コスグローブは総督に正式に就任し、サー・ピーター・コスグローブと名乗ることになった。 2019年7月1日に総督を退任。ありがとうございます。